アルハな遊びしてる子結構いるな。俺らもでかい城とか作るか。まったく子供ですかあなたは。私は強いですよ。砂遊びで強いってなんだよ。手先は器用なものでしてね、砂に水を含ませる割合を見極め、固めた砂を細かく削るんです。私の手にかかればどんな城やビルでも建ててみせますよ。お前のその謎技術はどこで鍛えられてんだ。それは企業秘密です。よっしゃ。さっさと始めようぜ。行きますよ。いつでもいいぜ。俺の番だ。お気づきましたか。受けてみな。これで行くぜ行くぜ。イージーだ。もらった。どぎついの行くぜ。攻め抜きだ。そこ動くんじゃねえぞ。かかってきな。私の番です。こうねえのか。腰抜き野郎が。かわせますかね。ちょっとおとなしくしててください。よしやるぜ。ノートパソコンでオンライン会議してたけど、緊張とかしねえのかな。面と向かって話すのと勝手が違うしさ。回数重ねりゃそのうち慣れるぜ。失敗込みでな。俺に失敗とかあんのか。ああ、あれは会社やってた時のことだった。会議中くしゃみ出そうになったから、その時だけミュートにしたのよ。オンラインならではのマナーだな。でも実はそれまで俺のパソコンはずっとミュートになっててな。マイク入ってる状態かと思ったら逆だったのか。ってことは会議中無言を貫いていた男が突如くしゃみだけ全員に披露したわけだ。まあ会議が終わってから気づいたんだけどな。旗から見たらなんだこいつ状態だね。決め顔は維持し続けたから余計に恥かいちまったぜ。お前らもマイクの状態には気をつけろよ。これからくしゃみするときは足立さんの顔を思い出すよ。トーローハ。いただきます。いただきます。緑の多いハンバーガーだな。そりゃまあアボカドバーガーだしね。ヘルシーだけどソースも濃厚で大満足。確かにアボカド自体も結構濃いし、
パンチ力あるな。どうした？足立さん的にはイマイチだったか？いや、味はうまい。味じゃなくて、俺ずっとこれアボカドだと思ってたんだが、アボカドなんだな。今までずっとアボカドって言い続けてきちまったかもしれん。くそ。そんなことでへこまないでよ。これから覚えていけばいいじゃん。あ、じゃあせっかくだからアボカドクイズ。アボカドは野菜でしょうか、果物でしょうか。わからん。春日にパス。そんなやさぐれんなよ、足立さん。ああ、でもそう言われるとどっちだ。果物だな。正解。よく知ってたね。まあ国によって定義も違うから野菜として扱うところもあるかもだけど、日本では果物なんだって。トマトも野菜か果物か国で違うし。俺はアボカドで野菜だと思ってた。もうダメだ。余計へこませてしまった。元気出せって。人生勉強だ。俺もこっち来てから初めて知ることばっかりだぜ。経験値稼いだと思えばいいだろう。カスナ、いいこと言うじゃねえか。そうだな、もう少し頑張ってみるぜ。おう。アボカドでこんな熱い話になるのか。そんじゃ賢くなったところで食うとするか、このアボカドバーガーを。あ、噛んじゃった。ああ、やっぱもうダメだ。足立さん。Thanks very much. この海は泳ぎやすくていいですね。ああ、気持ちいいな。でも泳ぎやすいって泳ぎにくい海とかあんのか。まあ仕事柄潜入することも少なくないですからね。入り組んだ海岸とか沼とか一筋縄では行かない場所が多くて。なるほどな。確かにそれと比べりゃへでもないわな。少し前は逆流する川を登ったりしましたね。鮭かお前は。仲良し。なあ、攻めますよ。
調子がいいぜ。ついてこれっかよ。攻める気だ。そこ動くんじゃねえぞ。こいつつかめ。よし、上昇上昇。さらにお役に立ちましょう。アメコミが売っていますね。日本で見ないものもある。ハン・ジュンギ、アメコミ好きなのか。ええ、映画から入った口なのですが、実に面白いです。ヒーローも完璧な人間ではなく、葛藤や過ちを繰り返す。敵も敵なりの正義の中でヒーローとぶつかる。日本の作品ではあまりない切り口のシナリオも多いので、春日さんもきっと楽しめると思いますよ。へえ、確かに面白そうだい。絵の迫力もすごいな。ハマったら全巻買いもありかもな。とはいえ、人気シリーズでスピンオフなど含めると500巻を超えるものもあるのでご注意を。そんなあんの？うちの床抜けるかもな。よっしゃ、深く知れた気がするぜ。さて、犬を散歩させている人が多いですね。実に愛らしい。私こう見えても動物には好かれるんですよ。鳥もよく寄ってきましてね。この間もそこでオウムに懐かれて。オウム？まあその後変な男に金をせびられましたが。お前それただのオウム詐欺じゃね？え？金はその男に払っちまったのか？財布を忘れてたので笑顔だけ振りまいたら去っていきました。天然は詐欺にも勝てんだな。あ、まあ結果オーライってことで仲良し。また距離が縮まったな。勉強になりました。勉強になりました。理解できた気がする。なるほど。勉強になりました。なるほど。アロハ。アロハ。
ンスコールにも慣れてきたな。日本じゃこんな雨降ってきたら即コンビニで傘買ってたけどな。こっちじゃ動じなくなったぜ。最初から傘持ってないからパクられる心配もないし気が楽だ。途中で晴れると傘を置き忘れて帰ったりとかもあるしな。何度家着いてから気づいて落ち込んだことか。傘を忘れないようにするには高い傘を買うといいですよ。なんでだよ、さらに落ち込むことになんねえか。高いものを持ち歩いてるとその傘に意識がいくので忘れにくいんです。高額商品を失うわけにはいきませんからね。なるほど、高い傘を持ち歩いてる緊張感が常にあるってことか。まあ一理あるな。じゃあパクられない方法は。盗難防止は何でしょうね。名前を書いておくとかでしょうか。なんか普通になったな。まあ何もしないよりはマシか。名前か、笠太郎とか。いやお前の名前を書けばいいだろう。なんで笠に名前をつけるんだよ。え、ああそうか、そりゃ確かに一番って結構天然だよね。はあ、ん、どうしたハンジュンギ。めちゃくちゃテンション低いな。いえ大したことないのでお気になさらず。はあ、なんだよ気になるだろう。話くらい聞くぜ。ニキビができてしまいまして、私のこの顔に。おお、え、それだけ。それだけって十分でしょ。私の顔にプツッと。くそ、しばらくの間ビタミン剤しか取りませんので、あしからず。これは本人にとっちゃ一大事なんだろうな。ただ飯は普通に食え。よっしゃ。晴れましたね。Thank you. Aloha. Ida. Rotoro. Thank you. Oh.どうした？私は大変なことを日本で見落としていたのかもしれない。なんだ？何のことだ？ひょっとして仲間の身に何か？私はハワイに来る前にレンタルした DVD を返していなかったかもしれません。まずいですね。このままじゃ延滞金が。諦めろ。仲良し。深く知れた気がするぜ。
Rest in pieces! さっさと始めようぜ。行きますよ。かわせますかね。Stay back! 俺来い。ほら来いよ。俺の番だ。おじけづきましたか。ガツンと行くぜ。俺の番だな。やんのかい。もらった。やっ、やり込めよ。行くか。ずりゃ。こっち来いよな。What's with the stick? What's with the stick? I'm gonna crush you. よっしゃ、行くぜ。行きますよ。You wanna do this? 腰抜けやろうが。It's gonna hurt. You're chickening out on me.くれ。よし、やるぜ。おじけづきましたか。受けてみな。これで調子がいいぜ。うそ、いくぜ。やっ、やってもげよ。調子が出てきたな。ビビってんのか。いつでも逃がしゃしねえよ。私の番です。ほら来いよ。ガツンと行くぜ。回復だ。うっ、行くぜ行くぜ。フライヤーならよっと。ガツンだ。あれは何でしょう。見に行ってみませんか。お、気合い入れていこうぜ。Your problem. Your problem. Really pissing me off. さあ、片付けましょうか。私の番です。よし、やっちまう。手貸すぜ。やっ、はっ、ヘヘヘ。ワイトスチェン、俺だ。ほら、やっちまうか。おれ、いいですね。俺の番だ。腰抜きは二人がどうだ。これ戻った。俺の番だな。手貸すぜ。やっ、ほら、よっ、おう、
さあ先を急ぐぞ。仕事の時間ですね。行きますよ。ほら来いよ。苦しむがいい。調子がいいぜ。やっちまうか。これで行くか。ずりゃカットへ。私の番です。かわせますかね。行くぜ。行きますよ。プレゼントだ。次は俺だ。二人がかりだ。俺もやれるぜ。これでゴールしろよ。また強くなっちまった。これが俺の真骨頂。鍛錬の成果です。何でもできそうな気分だ。いい調子だぜ。あれは何でしょう。見に行ってみませんか。お、いいもう見っけ。Brace yourself. 仕事の時間ですね。行きますよ。そら。俺の番だ。おじけづきましたか。ふん。かかってきな。調子がいいぜ。やんのかい。援護します。はっ。調子が出てきたな。コーネードか。私の番です。火の上、いい調子だぜ。あそこに何かあるぞ。Hey, asshole. Something got stolen. Wasn't me. 片付けましょうか。私の番です。よし、やるぜ。ほら来いよ。No can. ほら。Come on, bring it.
調子がいいぜ。Unlock you off your high horse。行くぜ。どぎついの行くぜ。まだまだ行けますよ。How's the matter? Damn you! かかってきやれ。行きますよ。俺の番だ。よくでたまって。よくだ。よし。ついてこれっかよ。攻め時だ。私の番です。ビビってんのか？やんのかい。かわせますかね。さらにお役に立ちましょう。また成長しちゃった、うん、よっしゃ、どんどん進もうぜ。あそこに何かあるぞ。調子は最高ですね。What? Get wrecked! おっしゃ、行くぜ。行きますよ。行くぜ行くぜ。調子が出てきたな。私の番。かわせますかね。苦しむがいい。おおよし、やるぜ。調子がいいぜ。腰抜き野郎が。やりづらいですね。攻める気だ。援護します。吸収が早いのね。あれは何でしょう。見に行ってみませんか。開けてみるか。おお。Don't make a fool of me。さっさと始めようぜ。私の番です。
かわせますかね。俺の番だ。やるか。腰抜け野郎が。そいつか。回復だ。行くぜ行くぜ。援護します。行くか。二人がかりだ。行きますよ。プレゼントだ。止まらねえ。きっちいな、くそ。隙だらけですよ。ガツンと行くぜ。みんな死ぬなよ。これでアリ調子がいいぜ。行くぜ。はっ、舞い上がれ。いつでも行く。私の番です。いざ、ゴー。もう一人よ。エクソレ。いい調子だぜ。ヘイ、ユーゼ、ヘイ、ユーゼ、ブリングイットオン。かかってきやれ。行きますよ。よし、やるぜ。ほら、来いよ。受けてみな。ほら、回復だ。よし。おりゃ。行くか。おじけすぎましたか。やまらせてやる。やったやったやった。勝利勝利。あそこに何かあるぞ。なんかいいもんがある。そうだぜ。気分が乗ってきたぜ。What do you want? Don't make a fool of me. 仕事の時間ですね。行きますよ。コーネードが。腰抜き野郎が。ほら来い。くれ。Everything you got. Screw you. 俺の番だ。くらいな。おお、できました。よし、もらった。どぎついの行くぜ。これで次は俺だ。俺もやれるよ。おりゃ。私の番です。そう、あの、で、おー、I like that。よし、やるぜ。向こうの強さです。だな。What do you want? Ready for this? 準備はできてるぜ。私の番です。俺の番だ。ほら来いよ。好きだらけ。カロライン。こいつで決まりだ。かあ、金の出来じゃねえか。お、お、いいもん見っけ。さあ、先に進もうぜ。まだまだやれるぜ。よ
ご苦労さ。あそこに何かあるぞ。What are you looking at? Get wrecked! さっさと始めようぜ。行きますよ。よし、援護します。ふん。向かうところ敵なしだな。お、今見っけ。Run on home to mama. 仕事の時間ですね。行きますよ。Really pissing me off. 俺の番だ。俺もやれるぜ。二人がかりだ。回復だ。行くぜ行くぜ。手貸すぜ。やっ、はい、いい調子だぜ。あれは何でしょう。見に行ってみませんか。よっしゃ、行くぜ。私の番です。ちょら！よし、やるぜ！ありゃ！ダメ！よし。かかってきな。行くぜ！どぎついの行くぜ。調子出てきたな。なんかいいもんがありそうだぜ。準備はできてるぜ。私の番です。俺の番だ。二人がかりだ。気づきましたか。おや、これで行くぜ行くぜ。せいや、行くか。やまらせてやる。行きますよ。いいところに。掴めたんじゃねえか。いいコンディションだ。お、いいもん見っけ。さあ先を急ぐぞ。開けてみるか。開いたぜ。から。うっしゃ。
然そうだい。ちょっとい。調子がいいぜ。やんのかい。もらった。おや。ほら、綺麗になった。さあ、回復だ。行くか。黙らせてやる。ダーリア。ダーリア。行きますよ。いつでもいいぜ。ふう。よっ、仕留める。よし、やるぜ。ガツンと行くぜ。アタックだ。行くぜ行くぜ。行くぜ。ほら、すぐにまでしっかりと。わたしの番です。やんのかい。かわせますかね。そこだ。攻める気だ。俺の番だ。調子がいいぜ。もらった。おや、綺麗になった。くせ。任せといて。ビビってんのか。参ります。はーい。よし、やるぜ。受けてみな。アタック。調子が出てきたな。来ない。ズリア。カットイン。これで行くぜ行くぜ。来ねえのか。ついてこれっかよ。あっち。全力で行くよ。ほら来いよ。覚悟。とっておきだよ。よっと。ありがとうよ。ありがとう。あっつ。調子出ねえな。行くぜ、みんな。おお。俺たちの絆。調子がいいぜ。やりにくいぜ。
ちでもいいぜ。お手並み腰抜き野郎が。ほれ、ありがとうございます。よろしく。俺もまだ若いね。さらにお役に立ちましょう。この辺りは高級車も多いですね。セレブって感じがするな。あのオープンカーもかっけえ。オープンカーなら真夏でも気持ちいいんだろうな。甘いですね、春日さん。夏のオープンカーは罠ですよ。走行中は気持ちいいですが、渋滞や信号待ちでは地獄です。日差しを遮るものがないですから、暑さが直撃するんですよ。黒髪の人なら熱を吸収するので、特に対策が必要になりますね。そうなのか。確かにそう聞くと大変だな。ああ、だから半純義はその髪の色なんだな。このシルバーアッシュは別にオープンカーのためじゃないです。よっしゃ。アロハ。Thank you very much. キャユルでこぜ。こういうショッピングセンターって何も買わなくてもワクワクするね。わかるぜ、テンション上がるよな。ついついゾンビ映画を思い出しちまう。そうそう、定番のスポットだもんな。今ゾンビ出たらどうするかとか考えるわ。ホームセンターとかもそうだな。ちなみに足立さんはゾンビが出たら何を武器にするんだ？そりゃやっぱりチェーンソーよ。
ゾンビ戦の花形だろう。これだから素人は。ゾンビの素人って何？じゃあプロの富澤さんは何にすんだよ。そりゃもちろんスコップよ。殴る、突く、切るの三拍子揃ってる。電源の心配もいらねえしな。ついでに穴も掘れるぞ。なるほど、参考になるな。ちいちゃんは何にするんだ？爆弾落として終わり。おいおい、それじゃ俺たちまで死んじまうだろう。別にそれでいいけど。あれ、なんか怒ってる？こういう話がしたかったわけじゃなかったのでしょうね。 Welcome。 Thank you. What you looking at? This might be the best vacation ever. This might be the best vacation ever. Don't worry about New Park.お、お、いや、なんだと？へえ。ちょっと。そうですね。お、ほう、ええ、うん、いえ、はい。おい、おう、こういうショッピングモールっているだけでなんかワクワクするな。みんなの楽しげな雰囲気でこっちも楽しくなるよね。日本にないセンスの小物も多いし、いつまでもいられるよ。ちーちゃんは雑貨とか好きなのか？うん、見てるとつい欲しくなっちゃうんだよね。あ、この鶏かわいい。お風呂に入ってるよ。お、おお。これ何に使うの？あ、なんだろう、ライターかな。あ、このフラダンスしてるアヒルもいいな。なんかちーちゃんの部屋には謎の小物が溢れてそうだな。
感じの人がいるっていう。うまくいったよ。最近は毎日が楽しくて仕方がないぞ。いい匂いがするな。腹減ってきたぜ。あの店の激辛スープとかうまいぜ。汗かくけど癖になる味でよ。なるほど、魅力的ですが、今遠慮しておきます。あれ、辛いの苦手だったっけ？いえ、実は口内炎が痛くて、なぜかできやすいんですよ私。なんだそうなのか。それじゃあ仕方ねえな。つってもこの辺は味濃い店が多いからな。半純義はお粥にしておくか。そんな、あ、たった今口内炎が治りました。嘘つけ。仲良し。また距離が縮まったな。散歩がきっかけで知り合い。春日、いらっしゃい。いらっしゃい。ありがとうよ。私の出番ね。この曲を送りましょう。イエーイ、DJ 一番 Come from 日本。 Next song is 好きになれる人、好きになれたならば Shall we go。 一人暮らしには不釣り合いな部屋で、どうしても直線気も回せないまま、徒歩
と日が暮れてく。直線機回したい。記念日の腕時計は切なきめとるの。すっごい高級品です。そばに入れれば幸せだった。それだけでよかったように直線機回したい。愛した先に、オーイエーイ、のない恋、カモン、よく収まる世界と収まらないこのささくれた感情。君を抱きしめたい。誰か割れたなら今度こそ祝福の中で超天気回した。一刀目気にして、世間的にして、ソーシャルなメディアの一気に気にして、自分なくして、君をなくして、ソーシャルなメディアの一気にが増えた。に感謝します。よう、ハンジュンギ、相変わらず一人で飲むのが様になってるね。ええ、よく言われます。ですがちょうど静かすぎると思っていたところでしてね。ほう、じゃあ隣で飲んでも構わねえか。まさにそれが私の言いたかったことですよ。改めて思うが心強いよ、ハンジュンギ。おめえが来てくれたおかげで百人力だ。しかしコミジュルの情報持ってな、ハワイにまで行き届いてたんだな。正確に言えばハワイにいる同胞たちの協力を仰いだまでのこと。我々にはかつてカムロ町を追われた元ジンゴン派などチリジリになった仲間が世界中に点在しています。へえ、じゃあ世界中に協力者がいるわけか。そうですね、たまたまですがここハワイにも。彼らはかなり質の高い現地情報にアクセスできます。でなければパレカナの動向について短期間で追うことはできなかったでしょう。組織の内情をペラペラ話すのはここまでにしておきましょうか。おっと、踏み込みすぎちまったか。今さらあなたに隠すことはそう多くありません。とはいえお気づきだったでしょうが、私は意識して春日さんたちと距離を取っていました。なあ、そうだったな。もちろん気づいてたよ。一応俺らが仇として生活してるんで気使ってくれてたんだろ。口はばったようですがお察しの通りです。我々は日陰者ですから皆さんのご迷惑になるかと。水くせえこと言うなよ。一緒に戦った仲だ。そういうとこは相変わらずだよな。きっとそんな風に言ってくれると思ってました。しかしだからこそ甘えるわけにはいかないんですよ。私たちは住む世界が違うんですから。そいつは俺が炎上して仕事をクビになる前の話だ。今こうして肩並べてんじゃねえか。春日さんには不謹慎に聞こえるかもしれませんが、
こんな事態になってまた口を聞けるようになった。それを嬉しく思っている自分がいます。最近まで偉人町は平和すぎて退屈でしたよ。そうだったのか。桐生さんが偉人町に来てからは孫妃も随分生き生きとしています。自ら最前線で動き回っていますね。あまり褒められたことではないんですが。え？彼女はコミジルもハンピン・リューマンも束ねる立場で軽々しく表に出るべきではないんですよ。へえ、珍しいな。おめえが孫妃をそんな風に言うなんてよ。ここは偉人町からだいぶ距離がありますからね。さすがの孫妃も我々の会話を聞くことはできません。おまけにハワイの空はあまりに広く開放感を抱かせてきます。私の孫妃への忠誠は変わりませんが、たまには多めに見てもらいましょう。おめえも苦労してるんだな、案外。よし、今日は飲もうぜ。ここに孫妃はいねえんだ。なんなら大いに酔いつぶれてもらったって構わねえぞ。大丈夫です。そこまで飲まなくても私はちゃんと楽しめていますから。そうかい。たまにはおめえがグダグダになってるとこを見てみたかったんだけどな。さっきはあなた方と距離を取っていたと言いましたが、陰ながらずっと見守ってはいたんです。春日さんがハローワークに勤めていたことも、元極道に仕事の口を斡旋していたことも全てね。そうだったんだな。ありがとうよ。足立さんが調査会社を立ち上げた時には何かお手伝いできるかとも思ったんです。ですがやはり我々は距離を置いた方がよかろうと孫妃と一緒に決めました。なるほど。確かにコミジュルの情報網があったら足立さんとこの会社はいろいろ助かるか。実際は我々が何もせずとも立派にやられてましたね。さすがあなた方は呆れるほどにしたたかです。思った以上にずっと俺らのことを見守ってくれてたんだな。おや、これではまるで私がストーカーじみたことをしてたようですね。偉人町の全ての情報はコミジュルの飯の種で、あなた方のこともその一環だったということです。わかったわかった、そういうことにしとくさ。でも嬉しかったからもっと飲もうぜ。いいでしょう。春日さんとは久々の乾杯になりますね。おう、じゃあ乾杯。よ、ちーちゃん、どうしてる？うん、ちょっと。ねえ、今少し話せるかな、一番。あ？それ、もちろんいいけどよ。どうした？顔色悪いな。何かあったのかい？それが、私のジーヤの件でね。急に連絡が取れなくなっちゃったの。富士宮家のジーヤさんだよな。連絡取れないって。電話がつながらなくて、スマートウォッチの GPS も電源入ってない。今まで一度もこんなことなかったのに。もしかして自分の部屋で倒れてるとか、発作が何かで。うん、ジーヤはホテルに住んでるんだけど、電話してそこのホテルマンに様子は見てもらった。部屋には特に異常なくて誰もいなかったって。となると、もしかしたらジーヤ
私を探そうとして何かトラブルに巻き込まれたんじゃないかなって。ほら、前に私が第五地区に出入りしたことをジーヤが聞いて心配してるって話したでしょ。ああ、そういやタコス屋のジェフから聞き出したんだっけ。ジーヤさん、いつの間にかジェフとダチになってたんだよな。そうそう。なら待てよ、ジェフならジーヤさんがどこにいるか知ってるかもしんねえぞ。うん、今一番と話してて私もそう思った。ならとにかく行ってみるか。ジーヤさんの無事が確認できりゃちーちゃんも安心だもんな。ごめんね一番、私迷惑かけてばかりで。今はそんな話してる場合じゃないぜ。ジェフのタコス屋だ。ジーヤさん、毎日あそこで食ってたんだっけ。毎日とは言ってなかったけど、友達になるくらいには通ってたんでしょうね。よー、ジェフ、俺のこと覚えてるか。ああ、覚えてるよ。一緒にいる姉ちゃんも、あんたら派手に第五地区を騒がせたって。さあ、そんな話もあったっけな。それよりちょっと聞きたいことがあるんだ。当ててやる。また人を探してるってんだろ。気味悪いな。なんでわかったんだよ。最近その手の話が多くてな。人を探したいのはあんたらだけじゃない。ほら、今こっちに来るあの人もそうだ。ん？あれ？おい、ちょっとじいちゃん、あの人ってもしかして。じいや、千歳様、ようやくお会いできました。やっぱりそうだよな。でもなんでここに。こちらからしつこくお願いしても千歳様はじいやにお会いくださらない。会うためには策を講じる必要がございました。策？いかにも。老執事が突然音信不通になり、スマートウォッチも電源が切れてしまった。そんな時、千歳様が何を考えどう動くか、それがわからないようで執事は務まりません。案の定、私ごときのために千歳様はご自身で足を運んできてくださった。じゃあもしかしてずっとここで私が来るのを待ってたの。可能な限りは。私が不在の時にはジェフが千歳様の居所を追ってくれる手はずでした。ジェフが？なんでそこまで。女お年寄りに心配かけるもんじゃねえぞ。俺はすっかりこの人を気に入っちまってね。いつも来るたびに俺のタコスをうまそうに食ってくれるんだ。で、彼が大事にしてるおてんばなご令嬢探しを少し手伝ってやろうと思った。もしここにお前さんたちが現れたら絶対逃がさねえように手下も待機させてな。え、あれ、おい、なんだよ、みんなさっき立っちゃって。こいつらもじいさんのことが大好きなんだ。タコスが好きで金払いもいい。おまけに80近い今もめちゃくちゃ喧嘩が強え。ジェフから話は聞いている。千歳様を血眼になって探していたもじゃもじゃ頭の日本人、それがお前のことであろう。え、あ、それは確かにそうだったけど、今はほら仲間として一緒にいるだろう。富士の宮家御令嬢をたぶらかした知れ者、申し開きは仕置きの後でたっぷりしてもらおうか。覚悟しな兄ちゃん、このじいさんはすげえぞ。そこらのチンピラなんてみんな子供扱いだ。なんせ若い頃はクマも投げ飛ばしてたんだからな。おお、その話完全に受け入れてんだ。お、疑う理由がねえ。で
て、そんな話はいいんだよ。ジアさん、俺はあんたとやりよう気はねえ。てか、なんか俺のこと誤解してません？そうだよジーヤ、一番は私の仲間なの。少し落ち着いて。恐れながらジーヤは千歳様が心配でなりません。どんな口車に乗せられたか存じませんが、かような男を仲間などと。多少手荒になるかもしれませんが、千歳様にも目を覚ましていただきます。ジーヤ私の教えた護身術ちゃんと覚えておられますかな。久々に稽古をつけて差し上げましょうか。ちーちゃん、なんか聞いてたイメージと違うぜ。腰の低いお人よしって言ってなかったか。それはあいにくだったな。このじいや、千歳様に危険が迫った時はいつでも修羅に戻ろうと心に決めておったわ。よし、行けじいさん。俺らはあんたの味方だ。頑張れよ。このボケが。戦闘準備完了。よし。やんのかい。終わらせる。なんという、まさかこの私が膝を屈するとは。大丈夫かい、ジーヤさん。いや、めちゃくちゃ強かったけどよ。もう年なんだから無理しないで、ジーヤ。私のことなら心配ない。確かに私がお教えした技はよく覚えてくれてましたな。ずいぶん腕も上げられた。安心して見ておれましたわ。なあジーヤさん、俺はちち、いや千歳さんをたぶらかしてるわけじゃねえんだ。縁あっていろいろ助けてもらっちゃいるが、妙な企みはねえ。そうですか。では今すぐに千歳様の前から姿を消していただけませんか。あ、いや、それは。ジーヤ、ごめん。それだけは無理。私は一番たちを裏切ってひどい目に遭わせた。だから何としてでも償わなきゃいけない。私の方から一緒にいたいってお願いしてる。じいちゃん、千歳様、あなた様はハワイで何をしてるのです？何をっていうといろいろあるけど、あ、そうだな、全部ひっくるめて一言で言えば巣立ちの真っ最中ってとこね。巣立ち？それは富士の宮家からの。うん、家には言えないようなことばかりしてる。ジーヤにもね、ごめん。なるほど、そうですか。でしたら何よりです。
我々が千歳様をお支えした日々が実を結んだというわけですから。教育とは子供を独り立ちさせること、そして自分の道を自分で選べるようにすること。もちろんもっとお世話して差し上げたかったと寂しくもありますがな。ごめんね、ジーヤ、いっぱい心配かけて。それと今までずっとありがとう。私などにもったいないお言葉です。ぜひご当主にもお聞かせください。あの方も千歳様のことを案じておられます。父にとって私はお飾りでしかないよ。家族は富士宮家当主の引き立て役、円満な家庭を持つ偉大な経営者を演出する小道具の一つ。ずっと見てたでしょ。もしかしてそれは家族写真のことですか？あの毎年大掛かりな人数で撮影していた。そういえば千歳様はいつも CM じゃあるまいしとむくれておりましたな。そこまでやった写真にも父はしつこく修正を入れる。あの人のやることは一時が万事全部そう。まず第一なのが自分と富士宮の看板で、それ以外のことは二の次三の次。見栄えを良くするためなら加工も捏造も厭わないでしょ。あの人がそんなんだから。ちーちゃん、そんなんだからタタラチャンネルとやらに富士宮の暴露動画を上げられてしまった。実は先頃ご当主はそのタタラが誰なのか一人思い当たる者がいると仰せでした。それは富士宮の深い内幕に接しうる身近な人物で、かつご当主やグループに敵意を持つ者。そりゃ一体誰なんだろうな。ご当主はもし自分の思う人物がそのタタラであるならば、暴露動画が世に出されたのもご自身の身から出たサビであったろうと。父が自分のせいだって？タタラを敵対させた心当たりはいくつもある。そのことにやっと気がついたとのお言葉でした。以来私の目にはかつてないほど憔悴したように見受けられましたな。もちろんグループのダメージが大きかったせいもあるでしょうが、果たしてそれだけか。なんでジーヤ、そんな話をなんで私にするの？確かにそうですね。千歳様に言ってもせんない話でございました。ただ私が言いたいのは、ご当主と千歳様にはまだ話す余地があるということです。お互い言いたいことがあるのに口を閉ざしていれば、雪解けの機会も逃してしまいましょう。かもね。それを伝えたいがために私は千歳様とこうして顔を合わせて話したかったのです。じゃあそのついでにまた護身術の稽古をつけてくれたわけ？恐れ入ります。俺の顔に何か？あなたがどこのどなたかは存じません。しかし先ほど拳を交え裏表のない人間とお見受けした。今は詮索することを控えます。ですからどうか千歳様のことよろしくお頼み申します。分かってます。お任せください、ジーヤさん。
結構。ではあともう一つだけ、あなたには言っておきたいことが。はい。私が若き日クマを投げたのは間違いなく事実です。そのことは夢お疑いくださいますな。そうでしたか。これは失礼しました。では。よう、日本の侍ってのはきっとみんなああいう人たちなんだよな。さあどうかな。実は俺も侍には会ったことがねえんだ。日本人のくせに釣れないね。ごめんね一番、また私迷惑かけてばっかり。いいって。とにかく今回はジーヤさんが無事で何よりだったよ。けど元気な人だったな。あの年であんなに強えなんてよ。自慢のジーヤだからね。一番がそう言って褒めてくれるの嬉しい。ジーちゃん、やっと少し笑顔が戻ってきたかな。なんだかんだ元気なかったろ。ずっと俺らに引け目を感じてる。そりゃあね、私はエイジのスパイだったことをずっと隠してた。みんな水に流したって言ってくれるけど、私はまだ自分なりのけじめをつけなきゃって思ってる。じいちゃん、あんま一人で抱え込んで思い詰めるなって。すぐ近くに最高の仲間が揃ってんだから。うん、そうだね一番。な、だろみんな。ああ、当たり前だ。二人だけでこそこそ大事な話すんなって。まったくです。あ、何、みんな乾杯する気満々。そういう時は俺も呼んでくれなくてはな。いや、あんたはさすがに関係ねえだろ。まあいいじゃねえか、来るもの拒まずだ、だろ。たく、わかったよ、お前はいつもそれだ。理解できてきたな富澤。お前なかなか飲み込みがいいぞ。ええ、見どころがありますね。もちろん千歳さんも。どういたしまして。それじゃあ、まあ行くか。乾杯。おっしゃ、乾杯。ありがとね一番。お、さっきの電話もしかして孫飛からか。ああ、いえそうじゃないんです。コミジュルの部下からでした。私が偉人町にいない間の留守は若手の幹部候補に任せているもので。へえ、大丈夫なのかよおめえがいなくても。ここのところ私がやっていたのは地味な組織運営です。ご不満に聞こえたら恐縮ですが、この私には役不足な仕事でしかありません。ルーティーンになってるので誰にでもできるでしょう。へえ、そういうもんか。だがよ、じゃあさっきの電話は何だい。おめえがいなくてその若い部下が困ってたんじゃねえのか。小さなトラブルがあったようですがね。それらにどう対処するかの裁量も与えてあります。すべてあなたの判断に任せますと
伝えてやりました。なんかおめえが上司だったらと思うと気が抜けなさそうだ。以前青木亮が偉人帳を乗っ取りに来た時と比べれば、今は部下に成長の機会を与える余裕まであります。あの頃は大変でしたね。偉人帳の裏が次々に暴かれていったわけですから。ああ、そうだったな。偉人さんの長老だった星野会長が殺害され、近江連合の兵隊が送り込まれてきた。偉人帳のグレーゾーンに依存していた我々は、あのブリーチジャパンによって存亡の危機でした。当時のことを思い出すだけでヒリヒリとした緊張感が蘇ってきますよ。そうは思いませんか、春日さん。長いことトラブルに飢えてたって口ぶりだな。おそらくそうなんでしょうね。あなた方を追ってハワイまで来てしまったほどです。感謝してるよ。おかげですげえ助かった。また一緒にやれて心底嬉しいと思ってるんだぜ。でしたらはるばるハワイまで来た甲斐があったというものですね。私にできることであれば何なりと。おめえがそばにいるから孫飛はいつも頼もしく思ってんだろうよ。そうだ、なんかあいつにもちゃんと礼を言っておかねえとな。大事な右腕をハワイにまでよこして俺らを助けてくれてんだから。お気持ちだけで十分です。私から孫飛に伝えておきますよ。今彼女も桐生さんと久々の最前線を楽しんでいるようですし。そっか。そういやおめえも桐生さんと会ったのか。ええ、まあご挨拶程度でしたが、話に聞いていたよりはお元気そうでした。以前にお会いした時とは髪型も変わって少し驚きましたね。そうだよな。俺も最初会った時は一瞬戸惑ったよ。彼が日本に来ると知った途端、孫飛は迅速に動きましてね。少し目を離していたらいつの間にか桐生さんとべったり行動を共にしていたんです。私に何の相談もなくですよ。せめて一言断りがあったっていいのではないかと思いました。孫飛はなんで桐生さんに優しいんだ。あいつって自分から人の世話焼くような柄だっけ。彼女は堂島の竜のファンでしたからね。本人は私に隠してるつもりかもしれません。ですが溢れんばかりの憧れの気持ちが言葉の端々から見えましたよ。なるほど、そうだったのか。結構可愛いとこあるんだなあいつも。時に春日さんはご存知ですか、孫飛が桐生さんと行動しているうちに翔までそこに加わったのです。そして私にこう言いました。組織の面倒はお前が見てればいいだろうと。その時ばかりは少し私だけが置いてけぼりにされたと思いましたね。そっか、超のやつまで桐生さんと。こりゃいよいよ総力戦になってきたな。まさしくそうですね。私もこうしてまた戦列に復帰できました。少しでも春日さんのお役に立てればと思っています。どう、よろしくな。頼りにしてるぜ半純義。もちろんです。そのご期待が私にとって何よりの喜びですよ。
らっしゃい。ありがとう。調子出てきた。分かった。全力で行こうぜ。俺たちが負けるはずねえ。スジモンバトル開戦だ。さあ楽しんで行こうぜ。楽しくなってきたな。これからだ。楽しくなってきたな。これはどうする。さあ食らえや。相手さん、いい面構えだぜ。早く倒れろ。しゃっ、とっておきの準備ができたぜ。行くぜ。流れを変える。
ファイターを行くぜ。シェイファイター撃破。おめえに決めたぜ。よっしゃ、こいつで、ね、流れを変える。よっしゃ、ファイター撃破。こいつで、よっしゃ、いい試合だったぜ。またな。よっしゃ、おめえら最高だったぜ。そらそら集まれ、せーの。心も体もマッチング。うよ、片付けましょう。行きますよ。始末します。これで終わりです。Shall we? 好きだらけですよ。Come on! もらった。
行きますよ。俺の番だ。俺もやれるぜ。回復だ。行くぜ行くぜ。行くぜ。やっ、おしまい。私の番です。よし、やるぜ。何来ない。ビビってんのか。ほい、ほい。これで行きますよ。相手してあげる。ほら来いよ。よし、手貸せ。いつでもどうぞ。調子がいいぜ。こうねえのか。もらった。はっ、やめこめろ。俺の番だ。二人がかりだ。また強くなっちまった。よし。なんだよ。行くぜ。お近づきの印です。いかがでしょう。これも俺の気持ち。見せてやるよ。見せてやるよ。来いよ。よし、やってやろうじゃねえか。調子いいね。そう。はい。おめえら準備はいいか。みんな行くぞ。スジモンバトル開戦だ。さあ楽しんでいこうぜ。信じてるぜ。おめえに決めたぜ。くらえ。逃げんじゃねえぞ。ファイター撃破。行くぜ。オーラ。行くぜ。逃げんじゃねえぞ。ナイスな一撃で、とっておきの準備ができたぜ。これでどうだ。どうや。行くぜ。くらえ。逃げんじゃねえぞ。しゃあファイター撃破。よし。相手さん、いい面構えだぜ。流れを変える。こういうのはどうかな。どうだ。うわ、決着だ。よっしゃ、おめえら最高だったぜ。負ける気しないよ。
出発するか。準備はいいか。ぶつかり合いだ。行くぜおめえら、突撃。さあ楽しんでいこうぜ。これからだ。さあここからどうする。流れを変える。こういうのはどうかな。行くぜ。ほっ。楽しくなってきたな。こういうのはどうかな。ナイスな一撃だ。決めたぜ。くらえ。逃げんじゃねえぞ。シェア、ファイター撃破。こいつで、流れを変える。おめえに決めたぜ。よっしゃ。ここからどうする。いい試合だったぜ。またな。
よう。わかった。おめえら準備はいいか。全力で行くぞ。行くぜおめえら、突撃。しゃあやってやろうぜ。さあここからどうする。おめえに決めたぜ。これはどうする。行くぞ。おら、行くぜ。てくたばれ。早く倒れろよ。死ぬ。ナイスな一撃。必殺技のチャンス到来。こいつね。し、うん、流れを変える。くらえ。逃げんじゃねえぞ。シェイ、ファイター撃破。よっしゃ。シェイ、おめえに決めたぜ。行くぜ。逃げんじゃねえぞ。どうだ。決着だ。いい気。やばおいしい。ねえ、悪くねえ。気分が乗ってきたぜ。Run on home to mama。 戦闘準備完了。私の番です。腰抜き野郎が。何？来ない。You won't like this。 任せといて。お手並み拝見。Really pissing me off。ほら、来いよ。こうねんのか。Come on。 覚悟。俺の番だ。腰抜き野郎が。好きだらけですよ。受けてみな。当たられるよ。調子がいいぜ。いつでもどうぞ。いつでもね。お集まりです。もらった。どぎついの行くぜ。あれやろ。行きますよ。ちょっとおとなしくしてて。おい、ほら、ほんとママ。全力で行くよ。俺もやれるぜ。せい。よし、やるぜ。ほら来いよ、二人がかりだ。はっ、これで。さてと。行くぜ行くぜ。
行くぜ。どぎついの行くぜ。私の番です。任せといて。俺の番だ。ガツンと行くぜ。行くぜ。調子がいいぜ。もらった。準備はいいか。訓練を始めます。スジモンバトル開戦だ。みんな勝ちに行くか。信じてるぜ。流れを変える。行くぜ。逃げんじゃねえぞ。おめえに決めたぜ。これだ。とっておきの準備ができたぜ。し、行くぞ。流れを変える。死ぬかもな。しゃ、ナイスな一撃だ。よっしゃ。おめえに決めたぜ。さあ、ここからどうする。早く倒れろ。死ぬ。死ぬかもな。うわ、どうだ。決着だ。
片付けましょうか。私の出番で俺もやれるぜ。私の番です。相手してあげる。そこだ。一人よ。これが俺の真骨頂よ。アロハ。いただきます。いただきます。ウニとキャビアのバランスが絶妙で美味しい。濃厚な味がすっきりした白ワインにもよく合うな。こりゃ本当にうめえな。特にこのウニだ。溶けて味が口いっぱいに広がるぜ。実は小さい頃ウニってなんか苦手だったんだよね。今となっては信じられないけど。まあ大人になると好みの味が変わるっていうしな。俺も山菜とかガキの頃は苦くて嫌いだったけど、今その苦味が好きで食ってるしよ。まさに大人の味ってわけね。ガキの頃苦手だったもんでも今だったら案外好きになれるのかもな。かもな。じゃあウニを克服した千歳はもう苦手な食い物なくなったのか。そうだなあ。でも虫は苦手だった。虫が入った佃煮とか。それも今だったら食べられるのかな。佃煮はメニューにはないか。そりゃさすがにねえだろ。フレンチレストランだぞ。あでもさっきそこの公園で撮った元気なカブトムシがいるんだが。待って、いろんな意味で出さないで。カブトムシ出してどうするつもりだったんだよ。Thank you very much. Aloha. いただきます。いただきます。今日はどんなデザートかな。すっごい楽しみ。こういう何が出てくるかわからないメニューって待ってる時間も含めて楽しいよな。ミステリー列車的な楽しさがあるよな。ミステリー列車ってなんだっけ。行き先をあえて隠してどこに連れて行かれるかわからない列車に乗るっていう企画を旅行会社がよくやってたんだよ。昔結構流行ったよな。へえ、なんか聞いたことくらいはあるかも。ちなみに俺は一回それに応募して乗ったことあるぜ。お、経験者なんだ。それで楽しかった。まあ俺以外の人は楽しんでたな。足立さんは楽しめなかったのか。電車に酔ったとか。いや、連れて行かれた先が実家の最寄り駅だったんだ。はあ。結局家寄って母ちゃんの飯食って帰ったぜ。思えばあれはただの帰省だったな。なんつうかあれだな、朝食ったアイスが本日のデザートでも出てきたみたいなもんだな。それはなんか違う。ごちそうさま。 Thank you very much. Aloha.いただきます。やっぱステーキと赤ワインの組み合わせは最高だぜ。焼肉とビールに匹敵するうまさだ。ああ、焼肉屋のビールもいいよな。この手の組み合わせの良さって何なんだろうな。ステーキと赤ワインは両方味が強く、
組み合わさることで双方の美味しさを引き立て合って味に深みを増すなんて言われています。それにステーキに含まれる油分をワインの成分が取り除いて口の中をさっぱりしてくれるんですよ。だから飽きずに食べ続けられるようです。へえ、なるほどな。じゃあ焼肉とビールもそんな感じか。焼肉も油脂分が多いですからね。炭酸で苦味のあるビールが合うのでしょう。この間見た情報番組では焼肉に合う飲み物ランキング1位がビールでしたね。やっぱうまい組み合わせにはそれなりの理由があるんだな。ステーキと赤ワイン、ビールと焼肉、まさに俺と千歳みたいなもんだな。ん？どういう意味？相性バッチリって意味だよ。言うまでもねえか。もうやだ足立さん、それならステーキと赤ワインじゃなくて水と油ですよ。え？Thank you very much. これだな。うまく取れたぜ。うわ、ここって。おいおい、いいのか、あの子こんなとこに連れてきて。え、あ、見て見て、一番この鞭すごいトゲついてる。この鎖は何に使うんだろう。うわ、痛そう。あ、ろうそくだ。めちゃくちゃ満喫してる。まあ武器に使えそうなものは多そうだし、結果オーライ。そういうことにしておこう。アロハ。戦闘準備完了。行きますよ。ビビってないのかい。来ない。さあ、プレゼントだ。任せといて。いいところに。Yes. What? You got a problem? What? No, no. Come on! The sign of approach. How is it? What do we do? Come on! Come on!よろしくお願いするぜ。
another note. What, you fucker? Your delivery service is not hot. Hey, quit staring. Come on, let's go. おっしゃ、行くぜ。全力でかまって。ふん、やっ。はい。大の出来じゃねえか。そこの角曲がると速度上げた車がめっちゃ走ってくるから気をつけな。おお、そうなのか。わかった。ありがとうよ。この辺の連中は特に気が強いからブレーキは期待しない方がいいぜ。危ねえ奴らだな。かもしれない運転を教えてやりたいぜ。かも。なんだって？かもしれない運転だよ。こっちの教習でもやるだろ。歩行者が飛び出すかもしれない。対向車が来るかもしれない。ああ、そういうやつか。ここらじゃそんなこと考えるやつはいないな。たく、それなら俺らがかもしれない歩行をした方がいいな。車がブレーキを踏まないかもしれない。急に曲がるかもしれない。あ、このアイス屋行きたかったんだ。ちょっと待っててくれ。足立さんが急にいなくなるかもしれない。大事だな、かもしれない歩行。なんだ？おめえら、準備はいいか？絶対勝ってやろうぜ！寿司モンバトル、開戦だ！しゃあ、やってやろうぜ！これからだ。流れを変える。行くぜ。逃げんじゃねえぞ。行くぜ。これでどうだ。くらえ。逃げんじゃねえぞ。ナイスな一撃だ。行くぜ。これでどうだ。と、行くぜ。これでどうだ。おめえに決めたぜ。信じてるぜ。行くぜ。どうりゃ必殺が決まったぜ。おめえに決めたぜ。さあ、ここからどうする。ここだ。ナイス。よし、練習通り。
How's it, my man? Hey, where you headed? Hey, it's all good, but hey, just come. God, your face pisses me off. It's not a show. I just canceled your plans. You won't be able to understand. さらにお役に立ちましょう。やる気しないよ。こっちこっち。
ハンジュンギ、やってるな。一緒に飲もうぜ。ええ、どうぞ。歓迎しますよ、春日さん。とまあそういうわけで、南波さんは相変わらずのお人柄で安心しましたよ。さすがは元看護師ですね。桐生さんも彼のことを頼りにしているのがはためにもわかります。ああ、そうなってくれたらいいとは思ってたがよ。さすが、あいつは期待に応えてくれたみてえだな。そっか、南波も活躍してくれてるか。そういえば偉人町の話で思い出したのですが、少し立ち入ったことを聞いても。ん？立ち入ったこと？今さら何言ってんだよ。何でも聞いてくれや。実はあなたと紗友子さんとのことですが。え？ん？あれ？さっちゃんとのことって？数年前にプロポーズをされてますよね。その後音信不通だったはずですが、今は。ああ、そっか。あれだな、ナンバから聞いたんだな。俺そのことお前らに話してないもんな。なんで知ってるのかと思ったがよ。いえ、ナンバさんからではないんです。何分コミジルの情報網はきめ細かいので、そこに確かな情報であるとして、春日さんプロポーズ失敗の報告が上がってきましたよ。マジか。どうなってんだ、そんな情報まで。え、じゃあ孫妃と課長も俺のプロポーズ知ってるのか。孫妃には私の知る情報を隠すわけにはいきませんし、蝶には多分孫妃が黙っているわけがないかと。そっか。ああ、そうなの。できればそんなに広めたい話じゃなかったんだがよ。今さら何を隠すことがあるんです。我々は共に命を懸けて戦った仲じゃないですか。じゃあ何かアドバイスしてくれるか。いいアドバイスができるかは分かりません。ですが話を聞くことにかけては自信があります。どうか安心して洗いざらいぶちまけてください。決して茶化したり悪いようにはしませんよ。そうかい、わかったよ。どうやら話すしかねえみてえだな。さっちゃんにプロポーズしたあの日、俺なんとも自分勝手なことをまくし立ててよ。やれ子供ができたらさっちゃんは仕事辞めていいだの、おやさんに墓参りして喜んでもらおうだの、さっちゃんは全然気を悪くしてねえって笑顔で言ってたけど、そこで別れたっきりで。一度もですか。ああ、完全にしかとされてる。メールはもちろん、電話をかけても出ちゃくれねえと言って直接さっちゃんの店に押しかけんのはさすがに遠慮してる。火に油だろうからな。そうでしたか。それは妥当な判断でしょうね。おめえは最近さっちゃんと会ったか。ええ、桐生さんがいらした時に会いました。私には以前と同じように接してくれましたね。難波とかにもそうだよな。春日さんにはお辛いでしょうが、そうですね。やっぱり俺だけきっちりバッチリ一線を引かれてるのか。なあ、おめえにはわかるか、ハンジュンギ、なんでさっちゃんはそこまで俺を避けてんだ。春日さんがプロポーズしたことは掴んでいるものの、そこでの詳細な会話の内容はさすがにわかりません。ですから私の立場で軽々しく推測を言うわけにはいかないでしょう。しかし私が思うに、紗友子さんがきっぱり避ける気なら、春日さんに断固とした言葉を突きつける気がします。え？あなたと紗友子さんの関係性を知っているから言えることですがね。これが春日さんでなければ連絡は取れなくなった時点でお察ししろというでしょう。そんな相手に必要につきまとうのはもはやストーカー行為でしかありませんから。まあな、それは俺にもわかるよ。だからうかつに声かけられねえんだが、
あなたは万が一にもサイコさんを傷つけるような男ではないと、この私が保証します。そしてサイコさんにもそれは分かっていますから、決別する気ならはっきり引導を渡してくれるはず。じゃあつまりさっちゃんはまだ完全に俺に見切りをつけちゃいねえってことか？その可能性は高いように思います。とはいえ直接春日さんがそれを確かめるのは難しい状況です。この先もずっとお二人に顔を合わせる機会がないのなら、この私が間を取り持ちましょうか？いや、でもこんなことでおめえの手を借りていいのか？だって組織の幹部で忙しいだろうによ。そもそも最近まで俺らずっと距離を置いてたんだぜ。今はこうして一緒に肩を並べているわけですから、そんな堅苦しく考えなくてもいいんです。半純義、おめえって思ってた以上にいいやつだったんだな。これはご挨拶ですね。まあ今日のところは多めに見ますよ。いやだってよ、初めて出会った頃はすぐ俺らを小バカにしたような顔しててさ。最初は癖があるなと思っていた食べ物が、何度も噛むうちに味わい深くなることがありますよね。私にとっての春日一番はそういう存在であるということかもしれません。何より私のような家業の人間に利害を超えた友人は何よりも貴重なんです。春日さんも紗恵子さんも、私はあなた方を親友であると考えているんですよ。おい、参ったな。もうそれ以上はシラフじゃ聞いてらんねえって。ごもっともです。これは失礼を。恐れ入ります、マスター。おかわりをください。私とこちらの友にもう一杯。しゃあね、そうまで言われちゃとことん付き合うしかねえやな。飲もうぜ半純義、親友に乾杯だ。あとさっちゃんにもな。ええー、もちろんそのつもりでしたよ。張り切っていこう。
やったぜ！これからよろしくな！
一緒に強くなろうぜ。波に乗ってるようじゃ二流だ。作るんだよ波をな。おっしゃ大当たり。うっしゃちょおっしゃ大当たり。おっしゃ大当たりだ。
完了。
気分よう。
準備はいいか。俺たちが負けるはずねえ。行くぜおめえら、突撃。みんな勝ちに行くか。はっ、入った。ナイスな一撃だ。よっしゃ。流れを変える。早く倒れろ。しゃ、いい試合だったぜ。またな。よっしゃ、おめえら最高だったぜ。おめえら準備はいいか。ぶつかり合いだ。スジモンバトル開戦だ。さあ、楽しんでいこうぜ。みんな、頼むぜ。はい、よいしょ。しゃ、早く倒れろよ。死ぬ。くぞ。入った。ナイスナイスだ。しゃー、てやおめえに決めたぜ。行くぜ。ナイス。必殺が決まったぜ。こいつは効くぞ。よっしゃ。流れを変える。おめえに決めたぜ。行きますよ。どうだ、決着だ。全力で行こうぜ。俺たちが負けるはずねえ。行くぜおめえら、突撃。みんな勝ちに行くか。しゃ、行くぞ。しゃ、信じてるぜ。おめえに決めたぜ。これはどうする。うら、とっておきの準備ができたぜ。よっしゃ、はっ、てりゃ。流れを変える。しゃ、早く倒れろ。しゃ、ナイスナイスだ。くたばれ。おら、これからだ。しゃ、これはどうする。行くぞ。さあ、くたばれ。ゾーリア。おめえに決めたぜ。ここだ。最高。
練習通り。殺すぞ。筋門バトル開戦だ。死体の一戦がついに始まりました。勝利の女神はどちらに微笑むか。はい、よいしょ。体勢を整えるようです。行くぞ。勝負は時の運、一時も目が離せません。入った。強烈な一撃が炸裂。くたばれ。死ね。しゃ、いくぞ。一つのミスが命取り。おっと、盤面が変わりました。くたばれ。これはどうする。うらたまらず。あっと、大技を打つ準備が整ったか。ここでファイターを入れ替える。早く倒れろ。死ね。強烈な一撃が炸裂。行くぜ。ジャックマイター。試合が大きく動く。ここだ。整えるようです。こういうのはどうかな。両チームとっておっと、ここでファイターも入る。よいしょ。おっと、ここで勝負あり。見応えのある試合でした。これほどの名勝負にはなかなか出会えません。春日チームの今後に期待が高まりますね。くそ。
ああ。ええ。すぐ倒れんじゃねえぞ。仕事の時間ですね。私の番です。生活で。いつでもどうぞ。ほら来いよ。私の出番ね。いいところに来て。せっ。よし。ここらで勘弁してやるよ。おう。なあ、
いい感じだな。Oh.